Good morning, Night City。 昨日の死亡者数クイズの結果は手堅く30人、そのうち10人はギャング抗争の続くヘイウッドからだ。警官も一人死んじまったから取り締まりが厳しくなるぞ。 NCPD は身内殺しを絶対に許さないからな。サントドミンゴはまたもや停電。今回もネットランナーどもが送電網に悪さをしたらしい。ウェストブルックではトラウマチームが今もサイバーサイコ事件の犠牲者を掃除中だ。パシフィカはっていうと、まあ相変わらずいつものパシフィカだな。以上、ナイトシティといえばこの俺、スタンガーをお届けしたぜ。それじゃあまた会おう、この夢の街で。はい、皆さんこんにちは、ピカです。サイバーパンク2077、今回からやっていきたいと思います。はい、このゲームはオープンワールドアクションアドベンチャー、無数の選択肢を通じて自分だけのストーリーを語れ。はい、まあ、選択でストーリーが違っていくタイプか。まあ、パッと見ちょっとグランドセフトオートのような感じするんですが、早速やっていきましょう。麻酔代わりだ。麻酔代わり？何言ってんのてめえ。はい、まあ今ねちょっとやってみたんですが、うるさい、やってみたんですがすっげーなんか難しく、ちょっとやり直しています。で、まあキャラクターはね、女性キャラクターにしております。そしたら麻酔代わりのこのグラスを飲み干します。あ、飲むの忘れてる。それはどうしたんだ。強盗に襲われたのよ。マジでやったけど。相手はココラのやつか。ペペ、地元のやつが私にそんなことすると思う。ところで B、 実は俺もちと困ったことになってて。何よ、やぶから棒に。どうしたの？ああ、聞いてくれるのか。いや、実はな、ガクに金を借りてて、明日までに返さねえと足を折るって。やつはやると言ったらやる。バックにはカルテルもいるしな。ガクに借りたの？ヘイウッド中で嫌われてる、あの金の亡者に。弟が出所したのを盛大に祝ってやりたくてな。やめとけよかった。ペーペー、いつになったら学ぶのよ。ねえ、弟は大丈夫なの？ああ、あいつは元気にしてる。なあ、力を貸してくれるか。私がカークと話してみる。一つ貸しだからね。右上のマップね、目標は黄色の丸印ね。まあこういうのってちょっとグランドセフトオートと比べちゃうよな。これ取れんのか。まあ今のところどうかなっちゅう微妙な感じですあ、こいつか。こいつです。食いすぎです。食いすぎ。はい、カーク、ちょっといい？久しぶりだな、ビー。どうかしたのか？ペペに頼まれてきたの。一人で金も返しに来れない臭いわよ、あなた。別に怒っちゃいないのに。何？今のところはな、多めに見てやってよ。
少し待てばちゃんと払うって。俺が慈善事業をやってるように見えるか？金を借りたらきっちり返す。利子をつけてな。それが常識ってもんだろう。それとも約束もろくに守れないクズを見逃せっていうのか？今回だけでいい。私に免じて。ビジネスはビジネスだ。そんなことをして俺に一体何の得があるってんだ？聞き入れてくれればあんたは私に貸しを作れる。面白い。だがもっといいアイデアがある。何これ？ね、一面に乗ってる高級車だ。そいつはナイトシティに4台しかない。1台はレイフィールド社の支社長、1台はライン市長、1台はレンタカー。4台目は何見てんの？俺の依頼人のものになる予定だ。お前が盗むことに成功すればな。私はプロの泥棒じゃない。正直私の腕じゃこのレベルの仕事は難しい。そこでだ。お前みたいな素人でもできるようこの俺がしっかり計画を立ててやった。話はシンプルだ。レイフィールドを盗めば借金はちゃら。なんならお前に分け前もくれてやる。太っ腹だろ。車の持ち主はエンバースってクラブの常連だ。毎週金曜必ず顔を出す。そこの駐車場で仲間のリックが働いてんだ。現場に着いたら監視カメラを切りゲートを開けてくれる。あとは車に乗り込んで走り去るだけだ。簡単だろ。分かったわよ。実際どうやって盗めばいいの？車の下に潜り込んで配線をいじればエンジンがかかるとでも？この手の車には最先端の防犯システムが搭載されてるはずよ。レイフィールドの技術者が修理に使うキーをコピーした。ロックの解除も認証の突破も朝飯前だ。レイフィールド用のマスターキーってわけ？そんなうまい話があるわけないでしょ。歌舞伎の変態技術屋連中が裏で扱ってる商品に比べたらこんなもんはガキのおもちゃさ。ってことで取引成立か？残したのか？わかった。素晴らしい。やっぱりお前は頼りになる。グレンにあるエンバースに行け。ガレージでリックが待ってる。仲良くやれよ。じゃあ頼んだぞ。また連絡する。バーを出る。よーし。マロンはチャンピオンになれねえって。何言ってんだ。あの階級じゃ負け知らずだろ。で、どこだ、ここか。払えるさ。いいか、金はよ。おい、どういうことだ。レモンとライムもないぞ。これってさ、もしかしてサブクエか。今頭の上に青印ついているが、まあ、あれはいい。メインストーリーだけね。ちょっとヤニ持ってる？え、ヤニエ誰？誰？前に会ったことあったっけ？タバコが欲しいだけなんだけど。禁煙中ですよ、私。禁煙ですよ、もう高いんですよ。こっちか。なんか恵んでくる。これ走るときさ、押しっぱなしでないといかんのかな。うん、走れないな。はい、おかしい。おや、誰かと思えば、B、久しぶりだな。戻ってきたのか。セバスチャン・イバラ、ちっとも変わってないね。名前で呼ばれるのは久しぶりだ。懐かしい響きだな。元気にしてた、パドレ？相変わらずだ。ヘイウッドじゃ時間が止まってる。それよりお前はどうなんだ？ 2,3 週間前にアトランタから戻ったとこよ。随分な歓迎を受けたようだな。東はどうだった？また今度話すよ。今はちょっと忙しい。そう言わずに今教えてくれ。乗せてってやろう。分かったわ。マーカス、行くぞ。
行きなさいマーカス。そうよ、開けるのよ。行き先はグレンよ、エンバースで降ろして。それだけか。裏のスロープに行って、着いたらまた指示するから。だそうだマーカス。久々のナイトシティはどうだ。仕事はいろいろあったけど、大した話は何にも。一応おかげさまでなんとかやってる。要はアトランタじゃ思うようにいかなかったんだな。ご覧の通りよ、順調にやれてたらここには戻ってない。何、きっとなんとかなるさ。このストーリーちょっと分かりにくいんだよな。まあ何回かやればね、分かってくるかもしれんが。グラセフのように入ってこない、頭に。おい、なんか来やがったぞ。止めろ。一体何なの。仕事だ。武器はあるわよ。セバスチャン・イバラ、今日の俺はついてるぜ。何の用だ。例の剣に型をつけようと思ってな。一度しか言わねえからよく聞けよ。ビスタから出ていけ。手下ごと引き上げるんだ。代わりにグレンはくれてやる。平和的解決さ。悪い話じゃねえはずだ。身の程をわきまえたらどう。そうよ。誰だてめえは。しゃしゃってんじゃねえ。あんたこそ誰よ。知らないってことは小物中の小物なんでしょうけど。で、小物なのよ。他に言うことはある。話はどうやらここまでのようだな。なめんなよパドレ。せいぜい背後に気をつけるんだな。なめんなよ。お前もだクソ。まあ、私もか。自分のルーツを忘れてはいないようだな。いい切れ味だった。ここらに残ってるのは三下ばかりだ。銃口を前にしたらすぐ尻尾を巻く。今のやつは。気にするな。来週にはいなくなり、また別のやつがその穴を埋める。やり返さなくていいの。報いは受けさせるさ、必ずな。つまり処刑ですか。わかりました。そこでいい。止めて、下に降りるから。これを渡しておく。あんたの番号。念のためだ。また一緒に仕事をしてもいい。2年前のようにな。ありがとうパドレ。それじゃ。神の加護。アナムアミダブツ。さあエレベーターで駐車場に向かう。こっちね。これ、取れる。お前の来る場所じゃない。うるせえ。こっちね。ポンポン。あれ？駐車場、ここがどこだ。いい、状況は。到着した。これからリックと会う。リックはいいやつだ。あ、カークだ。兄弟同然さ。な
え？リック？リックね。カークの使いだな。ええ。20分だ。カメラは切ってある。わかった。うん、これ走れないぞ。カーク、車を見つけた。こっからが本番だ。任せたぞ。ついに魔法の鍵の出番ってわけね。口の減らない女だな。ほら見ろ、大成功だ。車を出したら連絡しろ。届け先を指示する。よし、特に問題なさそうね。ああ、でな、落ち着いて。おい、待って。聞こえなかったのか。落ち着いて。こっちも仕事でな。イージー、イージー。車はもらうぜ。はあ、ちょっと、盗人にも仁義ありって言うでしょ。横取りする気。おとなしくして言うのよ。痛い目に遭うか、好きな方を選びな。どっちにしてもこの車は俺がいただく。何するの。マジかよ。コップだ、コップ。現行犯で逮捕する。じっとしてろ。手を上げろ。ゆっくりとだ。地面に伏せろ。今すぐだ。待ってください、待ってください。ジャッキー・ウェルズ。コップよ。マヌキブリは相変わらず。よう、スティンツ刑事じゃねえか。久しぶりだな。誰、こいつか。知るかよ。あいつか。ところで、お前も見た顔だ。こっちは全く覚えがないけど。少しばかりの幸せを求めてアトランタに立ったはずが、何も見つからなかった。ヘイウッドで生まれ育ったダニはよその町じゃ生きていけない。俺は常々そう言ってるんだが、やはり正しかったようだ。で、私たちをどうする気なの。逮捕して豚箱にぶち込むまでさ。単純だ。頼むよ、スティンツ。俺たちを逮捕して何になるんだ。裁判したって結果は見えてる。最悪でも何ヶ月か食らうだけだ。近頃はむしろ満員らしいし、もっと早く出てくるかもね。こいつらか、私の車を盗もうとした輩は。はい、藤岡様、身柄を確保したので。藤岡さん、連行します。いや、その必要はない。証言やら捜査協力やらで貴重な時間を取られたくない。ではこのまま見逃せと。ああ、海にでも放り込んでおけ。足に重りをつければ浮き上がってくることもないだろうさ。だとさ。聞いたな。マジかよ。やめてください。あのクソ野郎。あのうんこ野郎。ったく、肝を冷やしたぜ。正直あのまま殺されるかと思った。私も。スティンツは融通の利かないやつだけど、プライドはまだ残ってたよね。プライドで殺さなかったってか。ええ、それにあいつもヘイウッドの人間だから。なんで刑事が見逃したのかな。今頃ナイトシティのドライブを楽しんでただろうな。気にしないで。どの道失敗してた。いくら歌舞伎のテックとはいえ、最先端の防犯システムにかなうはずない。警察が来るのを警戒すべきだった。まあ、これも神のおぼし飯か。ジャッキー・ウェルズだ。 B よ。待てよ、お前コヨーテで見たな。どうも聞き覚えがあると思った。ママウェルズと同じ名字なのね。
俺のお袋だ。コヨーテを経営してる。しかし今までよく出会わなかったな。この仕事もコヨーテで受けたの。カークから。あのナメクジ野郎と組んでるのか。ペペがあいつに借金してて間に入ったのよ。にしてもよ、ペペの野郎、カーク程度に頭が上がらねえとはな。ほら、裏にカルテルがついてるって聞くし。カルテルだ？連中のことは知ってるがよ、誰もカークの名前すら聞いたことないはずだ。あのペテン野郎には思い知らせてやんねえとな。よし、飯でも食いに行こうぜ。寿司か。飯？お袋のチリはこの町一番の絶品だぜ。チリだと？人生わかんねえもんだな。何が？俺たちさ、相性抜群って気がしねえか。俺は行くぞ。腹が減って仕方がねえ。そうね、じゃあ行きましょう。ハローナイトシー。毎度おなじみスタンダー。さあ今日も夢の街で新たな一日が始まるぜ。俺はこの街が大好きだ。どれくらい好きかっていうと、たまにコーヒーに顔を出してはタバコをせがんでくる母親と同じくらいにな。今日もまた何百人と新参者がここにやってくる。だが1年持つのはせいぜい半分だ。それも当たりの年ならな。連中は何をしにナイトシティに来るのかって。そりゃ次なるモーガン・ブラックハンドやウェイランド・ボアボアみたいなレジェンドになるためにさ。俺、リスクがでかけらでかいほどリターンもでかいって言うしな。だがメジャーリーガーの選手低迷は短い。炎ってのは勢いがいいほど燃え尽きるのも早いもんだ。その前に鉛玉を食らう可能性だってある。歯折れちゃったわ。この街の伝説が集まる場所を知ってるか？墓地だよ。とはいえ伝説になるには出身も身分も関係ない。お前が本物ならチャンスはあるさ。ナイトシティは？そう、夢の街だからな。ターゲットの女はこの建物のどこかにいる。誘拐した連中と出くわすかもしれねえ。中に入ったら警戒を怠るなよ。おっと、その前にミリテクの訓練用チップを手に入れたんだ。ほら、プロフェッショナルだって本番前にはリハーサルをするもんだろ。仮想訓練ってやつだ。やってみるか。あー、これやったんだよね。どうすっかな。ここからちょっと長くなるかな。まあまあちょっと行ってみよう。いらないわよ。今はそんな時間ないでしょ。後でね。まあそれもそうだな。じゃあまた今度ってことで。よし、行きましょう。エレベーターこっちだ。ジャッキーについていく。まあね、これね、あれ？できない？今はできない。ハッキングとかしてね、いろいろなんかね、イメージ的にコントロールとなんか似てるような気がするんですよね。俺ブチ切れていた。おいおい、閉まらんぞ。閉まった。ターゲットはサンドラ・ドーセット。数時間前から生体モニターの反応なし。すでに殺されてる可能性もあるけど、頑張って。頑張ってじゃなくて頑張ろうだろ、バグ。現場にいなくたってお前もチームの一員なんだよ。チームね。はい、落ち着いて。二人とも落ち着いて、仕事中よ。そうだぞ、バグ、集中しろ。そうよ。今、誰かを救助しに行くみたいよ。で、これもらっ
ってっと。よし。で、これでね、ハッキング、そしていろんなことをするみたい。1237を探して。1237は中にいるはず。でも生体モニターは確認できない。手遅れじゃないといいけど、これだから生死に関わる仕事は嫌。ああ、入っててください。急いで。入ってて。うん、私も入りますから。ドアをハックして。分かってます。いい、開けるぞ。ここに何かあるぞ。ね、そしてね、あ、ここ走れるな。はあ、はあ、俺走り方おかしいのか。まあ、ハッキング、はい。早く音を立てるなよ。まあ、ステルス攻撃とかね、まあ個人的に今印象はね、ハッキングとかこのシステムをうまいこと使っていかないとかなり難しい、なんだこれ、ゲームになると思いますね。ターゲットのサンドラ・ドーセットはエシロン2の企業特権で保護されてる。つまり相当なお嬢よ。でもこれはゼータテックのコピー品ばっか。闇改造によくあるやつね。この子じゃない。捜索を続けましょう。これも取れるね。ごめんね、いろいろ本当にね落ちてるんですよこれ。前方に注意しろ。分かったわ。いるぞ。静かに片付けろだ。ここからもう打ち合いになっていたけど、まあこうしてね、この左のね、プーチープルコントロールとかいうのは、まあこのスキルあるんですが、まあ3消費2消費とかね。でそのスキルの容量は上の、サイバーデッキラムというあの青色の縦線ね。でまあこう回避ショット、まあどれだけこれはまあ敵に少しダメージ与えるみたい、でも今これやったら確実に死ぬからねえ、難しいんですよね。これなんだこれ、なんだ、何したんだ今。あ、やばいやばい、変なことしちまった。まあいいよ、よくわからん、やっちまえ。死んでください。よし、まあね、ここら辺はちょっと進んだんですけど、このボッコボコにされたからね、ここでね一度ね、そしたらね、この先進むのは、次回にします。はい、今回はここまでにしときます。ではまた次回この先進んでいきましょう。またね。